商店さん、はい、韓国の食料品店ということ で、 そうですね、はい、とずらりとキムチなんかがたくさん並んでるんですが、はい、これは全部手作り。そうです、みんな自家製です。はい、お惣菜もみんな自家製いうことで、はい、ナムルだったり、うん、ね、ナムとかこういうのみんなね、はいはい、自家製です。キムチは毎日つけてらっしゃるんですか？毎日じゃないけど、うん、もう一週間に3回、3回ぐらいかな、はい、かなり重労働ですね。重労働ですね、はい、塩してね、はい、洗ってつけていう感じで。白菜だったり、いろんな大根だったりに、そうやね、大根とか白菜、大根、きゅうり、これあの小松菜とかね、チンゲン菜とか、はい、いろいろその季節にのあれによってね、はい、はい、いろいろします。唐辛子なんかはもう手が染みそうな、手袋しますそうですよね、はい、やっぱりね、うん、すごい量ですよ ね、 手袋して、うん、もう慣れてるし。そうなんですね、うん、